大人も子供も姉さんもごきげんよう、ゴールだ。はい、ということですね、久々にちょっと珍しい画角なんですけども、ちょっとね、今ツイッターの方を開いております。で、ツイッター見てたら、いや、こんなもの見つけて、なんだこれって思ってね、ちょっと興味深く見てたんですけど、動物の森で嫌いなキャラ選手権をお願いしますっていうことで、686万表示されてるんだよね。686万回今表示されてるところが。で、いいねが1万件ついてるから、かなりいろんな人の興味を引いている題材なんだと思います。それはみんな気になるよね。嫌いなキャラ選手権だもんね。で、この質問に関しては、結構有名なね、ツイッターっていうのかな、ツイッターで活動している方が、募集してて、で、それに対して、ツイッター見てる人たちが、回答してたんだけど、俺もこれをね、バーっと見てたわけよ。で、まずちょっと結果の方から言ってみようか。もう質問から1日2日ぐらいで、もう結果が発表されたんだけど、動物の森で嫌いなキャラ選手権、最優秀賞、金賞、入選という形で、紹介されてると。で、多分その選定に関しては、いいねとかをね、参考にしてるんじゃないかなと思うんだけど、まず最優秀賞、これ。鈴木一拓。いや、そうだろうね。それを、確かにそうだわ。キャラっていうくくりで見たら、鈴木だろう。ここでね、使われてんのが、鈴木なのねの方だけど、もうみんなが頭に思い浮かぶのは、またお前かだもんね。これはわかるよ。俺も。動物の森ユーザーだったら、絶対に鈴木になるでしょう。で、それについたリプなんだけど、鈴木の何が嫌って、魚影が欲しいのと被るとこ、そうなんだよな。でけえんだよ、無駄に。だから、結構大物を狙いたいときに、いや、こいつだろうと思って釣ったら、鈴木なんだよな。これもあるあるだから、それはもうムカつくんだよな。お前かよみたいな。なるよね。鈴木嫌われてて草、食材になるのに、そうなんだよ。救済措置が取られたんだよな。鈴木が。あまりにもクソすぎて。ついにその料理っていう新しいコンテンツが加わったことによって、鈴木が食材になるっていう。だそこでようやく鈴木が生きるようになったんだよな。で、もう一つ補足しとくと、鈴木バカ安いんだよ、売ると。だからそこもはっきり言ってムカつくポイントなんだよな。で、お次の金賞なんだけど、タヌキチ。島流しにしてやったって書いてあるけど。ねえ、いや、小さすぎんだろ。無人島が。流罪みたいな感じになってるから。いや、でもこれも嫌われる理由はわかるよ。もう基本的にさ、もうはっきり言ってこのゲームを始めた瞬間に金をせびってくんのこいつしかいないからね。いろんなゲームをこうやって様々見てくるじゃん。俺らもやってくるじゃん。その中で、急に大量の借金を背負わせてくんのこいつしかいないから。他のゲームがジョーク的な感じで自転車100万円ですとか言うのに、こいつに関してはガチだからね。ガチでぶん取ってくるから。それは嫌われるでしょ。リブでこんなリブがありました。個人的にどうもりはクソキチないと面白くない。お前なんかフォローしてるみたいな感じだけど、クソキチ言うてっからな。もうタヌキチも、ああよかったってならんだろ。クソキチ言われたら。そしてお次が入選。これね、住民です。こちら。モンコ。モンコねー。いや、これはね、みんななんとなく察するとこあるよね。いや、確かに、こいつは入るかなってちょっと思っちゃうんだよ、住民なかったら。もうこいつは基本的に常にワーストの方をキープしてるから。だからもう本物なんだろうな、ここまで来たら。ただね、こいつに関しては、見た目がね、ちょっと見た目が振りすぎるんだよ。中身はそんなにさ、言うでさ、住民同士で変わらないよ、タイプによっては。見た目なのよ。これはかわいそうだよ。文句あっていいとこあるぜ。ただ開発者という神のいたずらによってこんな顔に生まれてきただけなんだから、優しくしてやろうぜ、文句に。だ、いつかちょっと俺の動画で文句救済企画やりてえな。文句を好きになれそうな企画をちょっとやりたいよな。そして入選のラストなんだけど、これ2つ入ってんのかな。1つが、見知らぬ猫。そうなんだ、と思って。見知らぬ猫ってどっちかっていうと結構人気住民でもあるから、嫌いなキャラの方にも入ってるかもしんないんだけど、その分多分ね、人気な方にも入ってるはずなんだよ。ちょっとね、その顔が怖いとか、そういう意見があったから、そういうとこが、嫌われる要因なのかなと思うんだけど、その分ね、こいつに関しては好きな人も多いから、そんなに落ち込むことないよ、見知らぬ猫くん。そして、本間さん。小学生の時に、追い盛りやってて話しかけたら、ベル必ず払わせてくるし、なかったらなかったで、めちゃくちゃ追いかけてきて怖かった。そりゃそうだよな。こいつ俺も嫌いだわ。本間さんに関しては。こいつね、はっきりで好きになる要素がほぼほぼねえんだよ。そういうとこなんだろうな。こいつに関しては救済ポイントが全くないから、マジで嫌なやつで終わるんだよ。何があるたびに、つって舌打ちしてくるし、もう文句ねえもん。こいつ最優秀賞でもいいんじゃねえかなと思うんだけど、多分圧倒的に知名度が少ない。
動物の森をシリーズで通してやってる人にとっては多分ほんま超嫌いな人多いと思う。ただこいつ地味にハッピーホームデザイナーとか有能だから、まあ、そこぐらいかなプラスになるの。ただすげえビビたるものだと思う。だまあこいつに関してのリプもついても、本間さんグーわかる、保険金も安くて好きになれなかったね。まあ好きになれなかったじゃないんだろうな、これはもうオブラートに、この人が優しいからオブラートに包んでくれてるだけで、本当はバチクソ嫌いだったでしょ。あともう一つね、本間とクソモグラはガチで嫌いで、ここで待ってリセットさんに飛び火してんだけど、まあ、リセットさんもそれは嫌われるよ。ただリセットさん結構いいやつだぜ。なんだかんだで熱盛の時はもう自分の立場がないことで気づいてさ、結構おとなしくなってるからな。ただやっぱね、本間に対してのコメント多いんだよ。老い物時代の本間さんはガチとかね、家の周りストーカーしてきてクソ怖かったとか、まあ、そうなるよねっていう感じのな、まあ、動物の森で嫌いなキャラ選手権っていうのが、まあ、ツイッターでやってましたよっていうのを見て、あ、なるほどなと、まあ、久々にこうやって動物の森の話題でね、盛り上がれるのは面白いんじゃねえかなと思って、うん、俺も、あ、なるほどと思って見てたんだけど。で、俺ね、その中で、俺今回ね、話したいの、そんなことじゃねえのよ。この動物の森で嫌いなキャラ選手権を見てた時に、引っかかることがあったんだよな。まあ、こっちの方ね、ここ。うん、動物の森で嫌いなキャラ選手権お願いしますと。で、まあ、いろんな投稿があったわけよ。ね、私はこの住民が好きじゃないですと。ね、まあ、キャラが好きじゃないですとあったんだよ。で、他にも、まあ、ほんま、また入ってたりとか、まあ、ラコスケ入ったりとか、ラコスケそんな嫌われてんだと思って。うん、可愛いんだけどな。まあ、バーっと見ていくわけじゃん。うん。で、俺もこうやって見てたんだよ。うん、なるほどね、面白いなと思って、こうやってバーっと見てたの。おいおいおい、な、入ってんな、なんか入ってんな。しかも待て、いいねの数めちゃくちゃ多いな。これな、ハムカツ、口癖を豚汁にしてたくらい嫌いでした。おいおいおい、お前、ようやってんな、お前。お前いいぞ。ああ、お前いい投票したな。わかってんじゃねえか。しかもその、すぐ下のリプに、ウソソにやられるぞって書いてあるな。もう豚イコールもうエソソなのよ。うん、だもうそれツイッターの方の界隈にもなっちゃったな。 YouTube だけじゃありません。もう多分動物の森やってる人の中でもうそうなっちゃってんだろうな。ハムカツイコール俺だと。うん、だまあそれだけハムカツいじってきたからね。もう長いから、ハムカツともう5年ぐらいいじってるからね。でまあちょっと見てみようか、うん、リプね、うん、私も豚肉うめえにしてましたって。そういういじられ方すんの、あいつは。食ってまずいぞあんなのな。食うな、な、クソマジンだからあんな。腐った肉と一緒なんだからな。逆に私このキャラ好きですってな。大丈夫かお前は。こいつのどこが好きなんだ。まあもしかしたらな、俺の動画とか見てくれてんのかもしんねえけどな。でまあ他にもいろいろリプがあったんだけど、クソ豚だっつってな。おい、クソ豚、おい、な、聞いたことあるワードだなと思って。でまあそれに対して、まあこれ投稿した方も、ね、すごい直球ですね、わらね。でそれに対しての返信、自分の好きなユーチューバーさんがハムカツをクソ豚と言っていました。自分はまだハムカツに会ったことないんですけどね。悪影響出てんじゃん。ハムカツイコールクソ豚になっちゃったじゃん、俺のせいで。どっかで毒されてんだ。俺の知らねえとこで多分いろんな人が毒されて、もうハムカツのことみんなクソ豚って思い込んじゃってんだからな、俺の動画見てる人はな。すいませんね、ほんとね。で、他にもちょっと関連のコメントあって、こいつコアラっていう人の YouTube でもものすごいなじられてるので、見てみるといいですよ。そうなんですか？見てみますね。ぜひぜひ、やってます！見てます？やってますよ！でもそれに対してね、他にもコメントあって、懐かしいとかね、もう懐かしいになっちゃってんの俺。懐かしい、あの人は今みたいな感じになってんの。やめてくれよ、現役でやってるよ、また見てくれ。でもむしろ愛を感じるってな。どこが愛を感じんのかな？俺は何とも言わねえけどな。愛を感じますか？そうですか？クソ豚つってね。もうやっぱみんなクソ豚になっちゃってんだろうな、名称がな。まあやっぱトモコレでもクソ豚ってなってるしな、名前がな。ということで今回の本題だったんですけども、動物の森で嫌いなキャラ選手権を見るっていう動画にあって、まあ、嫌いなキャラ選手権の中にハムカツが惜しくもランクインを逃してしまったと。もうお前ほんとそういうとこだぞ豚。お前きっちり決めねえダメだろ。やっぱ肝心なとこで決められねえのがこの豚だから、お前ほんとしっかりしろよ。ただ俺もいいね押させていただきます。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。